こんにちは。ちは今日もこうして皆さんがこの動画を見てくださっていることを心から感謝いたします。I am so happy for the support and partnership and ministry of Captain Nakajima Miwa s a n 今日も中島大が通訳に入っています。そして石川誠さんも協力してくださっています。I, もし皆さんがあの私とまたシェルル大佐とあの共に時間を過ごしてくださったことがあるならば、you <will> know. 皆さんもよくご,ご存知だと思います We have eight grandchildren.。私たちには8人の孫がいるということ。 <All> beautiful, み,んなみんな一人一人美しく、<All> gifted, たまもの豊かで <All talented. S 2> みんなのあの素晴らしい孫たちです。And all eight of them are nearly perfect。そして、8人全員の孫がほぼ完璧だと言っていいと思います。はい。 今日はそのうちの一人のケンソンについて話したいと思うんです。最近のことなんですが彼が加わっている野球のチームがトーナメントで試合をしました。それは決勝戦でとても大事な試合だったわけです。そしてその試合の最中に Kensen was hit by a pitch. It left a serious bruise. a bruise. What happened was this: he was standing in the batter's box. バッターボックスに立った彼はもうホームランを打とうと待ち構えています。Right、でそしてピッチャーが球を投げてちょうどその球がその肩に当たってしまったんです。Incident, でケンソンがその時の話をしてくれた時に、こういう質問をしました。ケンソン。 Did it hurt? 痛かったのっていう said,、yes。もちろんと言いました。Fact, so、thought, あまりにも痛かったので、もう泣いてしまいそうになったと言ってました。Then, there, でもバッターボックスに立っていた彼は、he あのコーチの声が聞こえたそうです。 コーチが、ケンソン大丈夫かとかけた声。ケンにンは、いや。ケとソンは、いや。ケンソンは、いたケンソンは、いや。ケにソンは、いや。ケンソンは、いや。ケンソンは、いや。は、いや。ケンソした。いや。ケンソンは、いや。ケいや。ケンソンは、は、い To keep breathing, and I ran the first base. Kenson said he knew he had to stay in the game in order for his team to have a chance to win. And because Kenson kept でそしてケンソンはその息をし続けたので呼吸をに気をつけたので「吸って吐いて」ということに気を止めたので一塁に向かって走り抜くことができたと言っていました。 そしてそのチームはそのトーナメントを制することができました。これは私たちに大事なことを教えてくれると思うんです。Season, 今、こういう時期にあって、私たちそれぞれ困難なことに直面しています。 Perhaps not by a ball that's been thrown at us, but by great disappointment. Hit by the fact that we feel isolated and restricted. いろいろな行動が制限されたりする中で、孤独という球を今、私たちは受けているかもしれません。仕事を失ってしまったり、あるいはとても楽しみにしていた機会を失ってしまうという球が自分たちに当てられているかもしれません。 I think we need to take Kenson's advice. To keep breathing and focus our eyes. On the next それは呼吸をし続けるということ、そして目標に向かって走り続けるということです。The writer of Hebrews ヘブライ書の著者はこういうふうに書いています。s h 十二章に素晴らしい真理が書かれています。Verses o n

このようにおびただしい商人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者、また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自身の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。 あなた方が気力を失い疲れ果ててしまわないようにご自分に対する罪人たちのこのような反抗を忍耐された方のことをよく考えなさい。

We fix our eyes not on first base. そして私たちが目を止めるのは一類ではなく私たちは、完成者である、イエス様を見続けていくそこに向かって走り続けるのです。And we run towards him。And the great cause of rejoicing is this。 Our first step, there. それは私たちが一歩踏み出すときにイエス様がすでにそこにおられるということです。私たちの目をどうぞイエス様に止めていきましょう。Jesus what it イエス様が私たちに模範を示してくださいました。困難なことが起きたとき。 We breathe in the promises of God. We fix our eyes running towards heaven. 神様に向けて天国に向かって走っていきましょう。その時に私たちは素晴らしい賞を受け取ることができます。なチャンピそれは優勝カップではありません。それはでも人生の命のす。皆さんです。されているお一人お一人です。s o this m o m e d 皆さんは愛されているお一人お一人です。そ i e 時 c i た g a 非常に y いこと d thing 今もし皆さんがこの時困難を覚えていらっしゃるならば your mind, your どうぞ王であるイエス様に心を開いてくださいどうお祈りいたしますお <Please pray. S 2> 祈りします天の父なる神様私たち毎日を生きる中でたくさんのお恵みもありますけれども 思わぬ困難に直面することがあります本当に突然ゲットボールを受けるようなこう想像もしていなかったような困難にぶち当たることがありますでも神様あなたがそれをすべて知っていてくださって私たちにそこをどう乗り越えることができるか あなたががもそのすでに備えててくださっいいることとをありがとうございます。もし私たちが困難自体に目を留めてしまうんであればそこで終わってしまうのならば本当に失望と落胆に飲み込まれそうになりますけれども私たちがイエス様に目を留めることができるようにそういう視点を私たちに与えてくださっていることをありがとうございます。どうぞ今 自分の苦しみや困難は実際にあるかもしれませんけれどもどうぞイエス様に目をあげることをどうぞさせてくださいそして神様がどういう約束をしてくださっているのかどういう励ましを与えてくださっているのか精霊がこの中で何と語ってくださっているのかどうぞそういうものを 息を吸うようにそういったものを受け取ることができるように神様どうぞ助けてくださいそしていろいろな痛みや苦しさは息を吐くようにあなたに申し上げてあなたからの慰めと励ましをその中でいただいていくことができますようにどうぞお願いいたします。でも神様あなたたは私たちが一歩踏み出す時に 一緒に歩いてくださる方であることをありがとうございますこれをご覧になっておられるお一人お一人にもきっと言いようのないいろいろな辛さや困難やまた葛藤があることと思いますどうぞイエス様がそこを一緒に歩いてくださって手を取って歩いてくださって行くべきところが本当に遥か遠くにあるようで 気落ちしてしまいがちな時にでも横にイエス様がおられるからまずは一歩そして次の一歩へとその歩みを進めていくことができるように力を与えてくださいどうぞイエス様の愛によって励ましと慰めを与えてくださいますようにどうぞお願いいたしますこれをご覧になっているお一人お一人の生活を神様どうぞあなたが帰り見てくださいイエス様の皆によってお祈りいたします アーメン。アーメンエレとトー Dear brothers and sisters, 愛する兄弟姉妹の皆さん Jesus sees you.You イエス様が皆さんを見ておられます you do not need to fear.Because 恐れる必要はありません his love is there for y o u イエス様の愛がもうそこに、皆さんのために備えられているからです。So he sees, he knows, and he loves you. 神様はイエス様は皆さんを見ておられ、また知っておられ、そして愛しておられます。You you. どうぞ神様の豊かな祝福がありますように。メン <Amen. S 2>